まろえ勇気。私は雪が大好きで、雪が降ってくると表に飛び出し、頭から雪を白くかぶるのが面白くてたまらない。私は日本の北の方、岩手県の山の中に住んでいるので、11月頃からそろそろ雪の降るのを見ることができ、12月末にはもう一面に真っ白になった景色を毎日見る。この辺では平均1メートルくらいしか積もらないけれども、小屋の北側では屋根まで届き、地面のくぼみなどでは人間の胸くらいまで積もる。私の小屋は村の人たちの住んでいるところから400メートルほど山の方に離れていて、周りに一軒も家はなく、林や野原や少しばかりの畑などがあるだけで、雪が積もるとどちらを見ても真っ白な雪ばかりになる。人っ子一人見えない。無論人の声も聞こえず、歩く音も聞こえない。小屋の中に座っていると、雪の降るのは雨のように音を立てないから、世界中がしんとしてしまってつんぼになったような気がするくらいだが、いろりで燃える薪が時々パチパチいったり、夜間の湯の沸く音がかすかに聞こえてくる。そういう日が3ヶ月も続く。1メートルくらい積もった雪は歩きにくいから、人も小屋に訪ねてこない。開けても暮れても一人でいろりに火を起こしながら食事をしたり、本を読んだり、仕事をしたりしているが、そんなに長く一人でいるとなんだか人に会いたくなる。人でなくてもいいから何か生きているものに会いたくなる。鳥でも獣でもいいから来ればいいと思う。そういう時に私を喜ばせるのは山のキツツキだ。キツツキは夏は来ないが、秋の頃から冬にかけてこの辺に住んでいて、時々小屋をつつきに来る。小屋の外の柱や防具や積んである薪などをつついて、中にいる虫を食べるらしい。その音がなかなか大きく、コツ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 とせっかちに聞こえる。まるでお客がノックするような感じで、思わず返事がしたくなる。つつく場所によってはトン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 と聞こえ、しばらくすると大きな羽音をさせてまた別の柱に行く。虫がいましたかと聞いてみようとしているうちに、キョッというような小さな鳴き声を出して飛んで行ってしまう。小屋の前にある栗の木の幹をしきりに叩いているのを見ると、頭の少し赤い青ゲラというキツツキや、白いムチが黒い羽についていて、腹の赤い赤ゲラというのが多いようだ。キツツキの他には何のことにか、朝早くや夕方薄暗くなる頃、軒下に吊るしてあるいろいろの青物の実や草の実をついばみに来る小鳥がいる。朝まだ寝ている時、障子の外で飛び回るその羽の音がまるで枕元で飛んでいるように近く聞こえる。なんだか可愛らしい。私は小鳥に起こされて目をこすりながら起きるが、キジや山鳥は秋には多く見かけるが、雪が降るとあまり来ない。遠くの沼には
カモが降りて鳴き声だけがよく聞こえる。生き物といえば夜になるとネズミが来る。ジネズミというのか二十日ネズミか、普通のイエゼンネズミよりも小さくて人を恐れないネズミがはるばる雪の上を遠くから通ってくる。私の座っている周りを走りながら畳にこぼれているものを拾って食べる。紙に包んで脇に置いてあるパンを食べようとして紙をくわえて引っ張る。私が手で畳を叩くとびっくりしたような顔をしてトンボ返りをしてまた引っ張る。こんなに人懐っこいと暗通で殺す気にもなれない。このネズミは朝はどこかへ帰って行って夜だけ来る。山の獣は多く夜の間に出て歩く。朝になってみると一面の白い雪の上にたくさんその足跡が残っている。一番多いのは山ウサギの足跡だ。これは誰にでもすぐわかる。田舎に住んでいた人は知っているだろうが、ウサギの足跡は他の獣と違って面白い形をしている。ちょうどローマ字の T のような形で、前の方に横に2つ並んで大きな足跡があり、その後ろに縦に2つの小さな足跡がある。後ろにある縦の小さい2つがウサギの前足で、前の方にある大きい横並びの2つがウサギの後ろ足である。ウサギの後ろ足は前足よりも大きく、歩くとき前足をついてぴょんと飛ぶと大きな後ろ足が前足よりも前の方に出るのである。この面白い足跡が雪の上に曲線を描いてどこまでも続く。その線が幾本もあちらにもこちらにもある。小屋の外の井戸の辺まで来ていることもある。井戸のあたりに置いた青物や果物を食べに来たものと見える。そのウサギの鳥にキツネが来る。キツネは小屋の後ろの山の中に住んでいて、夜になるとこの辺まで出てくる。キツネの足跡は犬のとは違う。犬のは足跡が2列に並んで続いているが、キツネのは1列に続いている。そして後ろの方へ雪が蹴ってある。つまり女の人がハイヒールの靴でうまく歩くように一直線上を歩く。4本の足だからなかなか難しいだろうと思うが、うまい。キツネはおしゃれだなと思う。実際夕日を浴びて歩いているところを見ると、毛が金色に光って尾を長くなびかせ、腹の方は白いように見えて綺麗である。一度鳥のようなものを加えて小屋の前の畑を歩いて行ったのを見たが、キツネが歩くとカラスがいれば騒いで鳴くから時期わかる。キツネの口はなかなか力があって、この秋ある家のヤギが死んだところ、夜の間にキツネがそれを加えて持って行ってしまったとその家の人が話していた。ウサギやキツネのほかにイタチの足跡、ネズミの足跡、猫の足跡、みんな違う。ネズミの足跡などはまるで郵便切手のミシンの線のようにきれいに細かく点々点々と続いて、最後に小屋の縁の下のところへ来ている。これは2列になっていて雪が後ろへ蹴ってない。イタチのも2列。面白いのは人間の足跡で、ゴム靴でも地下足袋でもわら靴でも歩き方が一人一人違うので、
足跡を見ると誰が歩いたか大抵わかる。大股の人、小股の人、よたよた歩く人、シャンシャンと歩く人、前のめりの人、反っている人、みなわかる。私の靴は12文という大きさなので、これは村でも他にないからすぐわかる。ゴム靴の裏の模様でもわかる。歩き方の上手い人やまずい人があるが、雪の中では小股に細かく歩く方がくたびれないと言われている。両足を横に歩いて歩くのが一番くたびれるようだ。靴のかかとを曲げる人もくたびれそうだ。これは体の曲がっている人、内臓のどこか悪い人のだ。一度あんまり大きな足跡が続いているので熊かと思って驚いたら、岩敷というものを履いて歩いた跡だった。これは足が深く雪に潜らないように靴につけて履く道具である。つまごという大きな藁靴も同じ役目をする。あまり深くて柔らかい雪の上は立つと足が潜るので、立って歩かずに雪の上を泳ぐといいと言ってくれた人があるが、私にはできない。どうやって泳ぐのかわからない。私は雪の中を歩くのが好きだが、歩きながらいろいろの光線で雪を見ると美しい。足が深く潜るから歩きにくくくたびれるので、時々雪の中へ腰をうずめて休む。目の前にどこまでも続く雪の平面を見ると、雪が5色か7色に光っている時がある。後ろから日光が差すとキラキラして、無数の雪の結晶が皆光線を跳ね返し、スペクトルというもののようになる。虹色に細かく光るから実に綺麗だ。野原を平たく広く平らにうずめた雪にも、ちょうど砂漠の砂にできるようなさざ波ができて、それが本当の波のように見えるな。光線の裏表で色が違う。暗い方は青光りがするし、明るい方は薄い橙色に光る。雪は白いものとばかり思っていると、こんなにいろいろ色があるのでびっくりする。一番きれいなのは夜の雪である。夜でも雪は明るいから、ほのぼのと何かが見える。そして一面に白く煙ったようになる。景色とが昼間とは大変違ってくる。広々と奥深く見えて、まるでおとぎ話の世界のようになる。綺麗は綺麗だが、夜の道雪道は歩くと危ない。目の前が光ってどこも同じように見えて方角がわからなくなる。私も小屋の近くの雪の原で道に迷ったことがある。毎日歩いている道でもどこか違ったところのように見え、歩いているうちに変なところへ行ってしまった。やっと気がついて引き返して、散々小屋を探して帰ってきた。静かな天気の時でもこんなんだから、吹雪の夜などには外に出られない。昼間でも風が強いと雪を巻き上げて2、3軒先も見えなくなる。まるで船がガスに巻かれたようになって歩けないし、風が吹きつけると息もできなくなる。わずか2、300メートルのところでも遭難することがあるわけだ。吹雪の夜は小屋の中に閉じこもって、いろりに火を焚いて風の音を聞いている。風の音はまるで海の大波のように、小屋の屋根の上を通り越し乗り越して向こうの野原にぶつかる。
後ろの山の遠くから風の来るのが聞こえて、それの近づく様子は実に恐ろしいものである。それでも私の小屋は後ろに小さな山があるので、風が直に当たらないから助かっている。山がなかったら冬の強い西風を吹雪に吹き飛ばされてしまうだろう。雪が屋根の上に厚く積もると重たくなり、そのままにしておくと春が近づいて雨が降った時、水を含んでますます重くなって小屋が潰れてしまう。それで一二度は雪下ろしをする。大抵クリスマスの後あたりに一度やる。屋根へ登って平たいシャベルで雪を下ろすと、窓の前に雪の小山ができる。私はいつも新年には国旗を立てるが、四角な紙にポスターカラーで赤いまん丸を描いて、それを棒の先に糊で貼り、窓の前の雪の小山にその棒を刺す。真っ白な雪の小山の上の赤い日の丸は実に綺麗だ。爽やかだ。空が青く晴れているとなおさら美しい。Yeah.